どうもミリオネームの上です。吉村です。僕たち映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけども、今回は先に言っときます、案件でございます。先に言うスタイルででーんというわけで、実は、はい、でこれ案件ですっていうのをちゃんと言っといた方が誠実さが伝わるかなと思って。いやあんま聞いたことない。あ、ほんま最初にアピールするの、うん、で、いやじゃあなんかさ、あの、うん、なんちゅうの、実は何個かいただいてたんやけど、うん、あ、まあまあね、それも言うんや。そうで、ほんまに送ってもらって、うん、よかったやつはやろうってもともと決めてて、うんうん、でその俺らが紹介したい、まあまあまあ、感じではないなっていう感じやったからあれやったんですけど、うん、今回に関しては、はい、結構ほんまに僕も吉村もちょっと1日ずつぐらい使ってみて、はい、思ってたより良かった、まあ、ほんま良かった、思ってたより良かったから今回は、案件をやろうと思ってます。はいはい、はい、というわけでね、はい、まあちょっと商品の紹介だけお願いしていいですか。そうですね、今回は、今回紹介させていただきますのは、はい、今回はちょっと待ってお前、おい、タイムループしてる。タイムリープしてる。やとしたらタイムリープしてるのお前やったら。じゃあお前、今回はって今7回ぐらい言ったら。やとしてお前やった。というわけでね、ミリオネームの映像制作。サウンドピーツさんの Air 3 Deluxe HS というもののイヤホンを送ってもらったので、これちょっと実際に使ってみて、はい、まあ、うん、言ったように思ったことをほんまにぶっちゃけでレビューしようかなと思います。はい、登録者が1800人ぐらいしかおらんのにさ送ってくれて、登録者1800人ぐらいしかおらんのに、うん、よかったらやりますっていう言い切った回答をして、サウンドピースさん本当に申し訳ありませんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ良かった。これに関してはちょっと僕も普通に欲しいなって思ってるやつなんですけど、うんうん、はい、まあ、僕結構イヤホンたくさん持ってるんですよね。持ちすぎやな。まあ、ね、それなんかっていうと、まあ、状況によって使い分けしてるんですけど、うん、まあ、結構ね、例えばそれ以外にも DTM とか、うん、まあ、その映像もそうなんですけど、出来上がったものとかのリファレンスとして、うん、まあ、何個か、まあ、同じ価格帯のものだけじゃなくて、うん、結構いろんなクラスのものを聞いて、うん、まあ、そういう目的で再生機器っていうのを揃えるのは僕は必要かなっていうように思ってます、うん、はいはいはい。で、まあ、この Air 3 Deluxe HS っていうのはインナーイヤー型のイヤホンと言われるものなんですけども、うん、まあ、僕もともと持ってるやつの中でちょっと近いなと思ってるのがカナル型にはなっちゃうんですけども、うん、アンカーのサウンドコアリバティ Air 2 Pro っていうのをちょっと、まあ、ところどころで比較してみようかなというふうに思ってます、はい。で、まあ、さっき言っとくんですけども、期間限定のクーポンコードを概要欄に貼ってます。1月31日の23時59分までかな、はい、なので値段が結構下がって買えるので、ぜひ今のうちに興味ある方はチェックしてみてください、はい、案件ではありますが、はい、信頼と安心をお届けできるチャンネルでいこうということで、はい、と、はい、いうわけで、まあ、冗談を置いといて、まあ、結構本音でちょっといろいろ話していこうかなと思っております、はい。まあ、まずいろいろ最初に触れておきたのが外観とかスペックについてなんですけども、はい、まあ、このサウンドピーツさんの Air 3 Deluxe HS、はい、まず価格が通常価格で7180円になってます、うん、ですが、まあ、さっき言ってたクーポンとかを使って最終価格が5821円になるみたいですね、はい、うん、で、まあ、7180円でさ、うん、まあ、割とイヤホンの中では、まあ、一番なんていうのかな、競合が多いというか、この辺がコスパもそうですし、1万円いかないぐらいのやつが、うん、まあ、なんか一番手も出しやすいですし、いろいろこう便利な機能もついてるのかなっていう、まあ、5000円台まで下がるのはお得なんじゃないかなっていう。大体一般的にこう家電量販店ヨドバシとか行ってさ、うん、普通にそない別にイヤホンに興味ない人がとりあえずパッと買おうと思った時に見るぐらいの値段な、うん、そうやな、多分な、まあ、大体5000円から1万円っていうのはそのイメージではありますね、うんうん。で、あとスペックとして触れておきたいんですけども、はい、これがインナーイヤー型では世界初の日本オーディオ協会の認証を受けたハイレゾ音源再生をサポートする完全ワイヤレスイヤホンであること。ハイレゾ再生できるもので、うん、認証を受けたもので、うん、インナーイヤー型は世界、まあ、他のやつではあるけど、このインナー言うたらインナーイヤー型では初めて。で、あと LDAC っていうのに対応してるから、高音質で音楽を聴くことに対してはめちゃくちゃありがたいんじゃないかなっていうふうに思います、うんうん、担当者さん曰く、ただその LDAC を再生できる環境がなくても、うん、まあ、高音質、まあ、音質がかなりこう改善しているので、うん、まあ、別に問題ございませんということはいただいてます、うん、はい。で、外見なんですけども、
まあ、最初に開けて驚いたのがめちゃくちゃ小さいなって思いました。めっちゃちっちゃかったよな。めっちゃちっちゃい。めっちゃちっちゃいです。めっちゃちっちゃいよな。こんな感じ。まあ、ちょっと比較のやつも後で出すと思うけど、まあ、あのかなりちっちゃいです、はい、ここにちょっと並べてみるんですよ、うん、後でインサートも用意しますか、はい、こんな感じですね。めっちゃちっちゃい。めっちゃ、ほんまこれが一番最初にほんまに驚いた。ちっちゃい、なくそう、うん、でちっちゃいんですけど軽かったです、うん、で調べたんですけども、これ 36g で、僕が持ってるやつでこれで 62g なんで、まあほぼほぼ半分近くの軽さなんですね。まあ、カナル型やからこっちはそのイヤーチップとかの重さとかもあるから、うん、まあその単純に比較っていうのはできないんですけども、まあ、思った感じで全然違うというか、もう見た感じでも全然違うから、ちっちゃい、まあ、この辺はすごい驚きました、うん、であと結構見た目に関してはそのマット感があるのでおしゃれ。そうやな、マット感あるよな。なんかこうツヤツヤしてないから、うん、なんかこう指紋とかつきにくいんじゃないかなっていう風に、その辺は僕結構好みでしたね、うん、こっから見てもちょっとこのアンカーの方は指紋ついてるけど、うん、こっちはねそんな、まあ新品なんもあるっちゃあるからあれかもしれんけどって感じで。そうですね、まあ、キーを使う必要がないのがいいかなって、うん、でつけてみてなんですけども、うん、これもやっぱめちゃくちゃ軽いです、うん、でつけ心地もちょうどいいかなっていうふうに思いました、うん、なんか今まで僕ずっと、ね、インナーイヤー型じゃなくてそのカナル型っていうのを使ったんですね、うん、まあ、カナル型っていうのはこの言うたらイヤーチップがあるから、うん、これでこう耳にはめ込む、うん、でそれで安定させるようなものだったんですけども、うん、要するに耳にはめ込んでしっかり固定されるっていうこと、うん、ただこっちのこのインナーイヤー型っていうのはそういう耳にはめ込むためのイヤーチップがないから最初どうなんかなっていうふうに思ってんけど、うん、まあ、つけてみて全然あの安定してました。最初俺つけた時これついてるってなったけど結局落ちへんかった。だから今、まあ、言ったら上田もこっちのこのカナル型を今まで使ってきたわけ、うん、イヤーチップのついてる、うん、でこれもう結構不安だったんだけども、うん、まあ、電車も乗って、まあ、ちょっといろいろ動いてみたりしたんですけども、うん、まあ、全然ずれることはなかったかなって感じ。まあ、最初その、カナル型からこう切り替えたので違和感とかはあったけども、うん、まあ、徐々にこう慣れたって感じかな。まあ確かに俺もちょっと違和感はあったけど、まあすぐ慣れるし、うんうん、ちょついてない感怖いっちゃ怖いけど、まあこれぐらいが一番ナチュラルやなって思った、うん、そうやな、ね、だからジョギングする人とかいいんじゃない？ いいと思う。でそのジョギングもそう、そうやんけど、うん、結構このねイヤーチップついてるやつって風切り音がガーってなる時ある。あるある。でもある、うん、これつけてて多分うまい具合にこう締め付けがないからだと思うんだけど、うん、なんか全然気にならなくて、うん、あこれはこれでいいなって感じ。で軽いからやっぱ長時間つけてても全然疲れへんし、うん、まあ、周囲 の雑音とかも、まあ、ちゃんと入ってくるけど、なんか馴染んでる感じして、うん、割とこうあの気にならんかったかな、うん、なるほどね。あとつけててあの自動で検着の装置してくるんですよ。うん、要するにこ あのイヤホンをつけてたら、うん、再生してて外すと検着してないですよってことで再生止めてくれるんですよ。ああなるほど、便利やねそれはね。でこれが結構ねちょうどいいというか、前に使ってたこのアンカーのタイプで、うん、その同じ機能ついてるやつあるんですけど、うん、なんか結構ラグがあったりとかして、うん、割と違和感あったのって切ってたんですよその機能ごと、うんうん、まあ、こっちのこれやったら全然シームレスというかあの、うん、気持ちよくいけたので全然いいかなっていうふうに思いました、はい。で音質について、はい、この音質、まあ、一番気になるところではあると思うんですけども、うん、解像度も結構良かったんですけども、うん、一番の印象は立体感とか分離感すごいあるなって思いました、うん、で僕このイヤホンで言ったら自分でミックスマスタリングした曲聞いたんですけど、うん、自分で設定したハイハットの場所とか結構奥行き、うん、縦横もしっかり定位がしてて、うん、まあ、結構これああっていう風に感動しましたね、うん。なんか俺も聞いた感じやと、うん、変な話、うん、例えば3万4万のやつですって言われたら、うんうんうん、まあそれはいいでしょってなるねんけど、うんうん、まあ僕ら特に、まあ、吉村とかみたいにミックスマスタリングする人って想定するべきところって1万円ぐらいのイヤホンを普段つけて聞いてる人っていうのを想定するから、多分このイヤホン俺ら的にもすごいちょうど良かったというか、聞いててでちょうど良かった中やけど、でもこの価格帯のイヤホンにしてはほんまに音いいと思う、うん、いいと思います、うん、ほんまに結構びっくりした。うんうん、横の広がりのワイド感じゃなくて、うん、僕縦がすごいいいなって思って、うんうん、奥の広がりというか、うん、奥行きがいいかなっていうふうに思いました、うん、まあ、音域に関してはちょっと中低音に特徴があるかなっていう感じですね。あ、そうやね、うん、そうやね。
でそのまあ特徴のおかげだと思うんですけど、うん、こう真ん中の音ってあるじゃないですか、真ん中にある、うん、まあ、例えばボーカルだとか、うん、まあ、声だとか、まあ、スネアとかそうなんですけど、その音がこう広げられてる感じがしました、ね、うん、まあ、多分これはさっき言った奥行きがあるがゆえにここが太く感じるのかなっていうふうに僕は思いました、うん、はい、だからこの特徴的には結構音楽ももちろんいいんですけど、うん、なんか僕的にはトークとか、まあ、すぐ音声すごいのが抜ける、うん、まあ、聞きやすいのかなって、あ、そうだよね、そういうのが聞きやすいのかなっていうふうに個人的には思いました、うん、まあ、その音質的にも付け心地的にもかなり邪魔しないような感じなんで、すごい自然で耳に馴染むので、うん、まあ、軽くてつけても疲れにくいっていうのもあって、うん、まあ、なんかしながら聞くとか、ながら聞きってやつ、家事しながらとか、うんうんうん、まあ、掃除しながら、洗濯しながら、それこそジョギングしながらとか、まあ、僕まさにそういうその掃除しながらとかで使ってたんで、うんうんうん、まあ、割といいなっていう感じはしました、うん、まあ、そういう使い方に可能性を感じたなっていう、うんうん、でここはどうやろうって思うところ何個かあったんですけど、うん、まあ、耳につけてこれタップして、例えばこうスイッチみたいな感じでボリューム変えたりとか、うん、すっごい軽くて繊細で敏感なのがすぐ反応したんですよ、うん、早かったね。カナル型からこう初めてこれをつけてみたので、うん、こうなんかちょっと不安やからさ、うん、こうなんか押し込んだりした時に、うん、すぐにこう、うん、場所とか大丈夫かなみたいな感じで確認した時に、こう割とこうタッチしちゃってボリュームが変わっちゃうみたいな、うん、そういうのが、まあ、ちょっと気になったのは気になったかなって。まあ、なんでも難しいよなこれな、実際これ以上、うん、じゃあ重めに設定してしまったところで操作しにくいってなるやろうし、そうやな、何とも言えへん部分はあるけど、うんうん、気になる場合はこの機能ごと切っちゃうのも全然できるんで、うん、まあ、そこはちょっとまた後でアプリで紹介したいかな。はい、であとはよく言えば僕マルチポイント接続が欲しいかなっていう感じですね、うん、僕結構 Mac とかiPad、iPhone っていうのを使い分けてるというか、それぞれで音を聞く機会があるので、うん、その辺はこうシームレスに切り替えができると、うん、まあ、いいのかなと思ったんですけど、ちょっと予算もねもちろん上がってくると思うんで難しいと思いますけども、ちょっとまあよく言えばっていう感じ、まあ、そこはまあ価格グレードにもよるやろう、うん、まあもちろんね予算上のやつであるやつはあると思うんで、うんうん、まあ、この価格帯でもしできたらいいのかなっていう、この音質を保ちつつ、うん、とは思いました。あとまあインナーイヤー型でこう外にこう音を逃がすっていう特性があるんでちょっと仕方ないんですけど、うん、高音にもちょっとキレがあると個人的にはいいんかなっていう、うん、僕ギター弾くから思うけど、うん、あのギターがちょっと抜けねえなっていう印象はあったかも。ああ、はいはい、うん、あんまり抜けてこない、まあギターのその音域にもよるけど、うん、ちょっと聴いてたやつの中では抜けてこないなっていうのはあるから、うん、はい、結構こうドラムベースの人向きな気がする。うん、うん、好きそう、はいはいはい、うん、確かに、うん、ただここに関しては実はこの後紹介するアプリで結構改善できます。うん、うん、最後に専用のアプリサウンドピーツっていうのがあるんですけども、うん、はい、ここで、実際に僕がやったイコライザーのおすすめカスタマイズを紹介します。これ iPhone とかでできる？ iPhone でできます、無料で落とせるやつ。無料で落とせます、まあ、完全に連動してっていう感じなんですけど、で、まあ、こんな感じで自分好みに音を調整しますよっていうのをちょっと見せるので参考にしてみてください、うん、はい、で個人的にはさっき言ったその高音のキレみたいなのがあったりっていうの、うん、まあ、その辺がちょっと気になったので、うん、これこんな感じでカスタマイズしました。あーなるほど、そういう感じでもそうほんまに調整できる、完全に一からというか、あの細かく設定できます。だいたい 800Hz ぐらいから僕は徐々に上げていって、うん、こう高音をガーッとこういう風に上げていきます、まあ、さっき言ってたその高音がちょっと足りないなと思った方とかには結構こう聞きやすくなるかなって感じ、うん、で、まあ、ポイントとしてはあのなんかイコライズの効きが結構強いんで、うん、こういう風に周りもちょっとずつ上げてあげる、一個のとこをガッて上げるんじゃなくて、うん、周りも調節してあげる方がいいのかなと思いました。なるほど、ね、あとここを上げるとちょっとバランス崩れるなと思ったんで、この 200-300Hz のあたりを若干上げたりしました、うん、まあ、この辺は僕の好みなので、うん、結構これだとスッキリしてて聞きやすいかなっていう。細かく設定できるのめっちゃいいな。シンプルでカスタマイズしやすいんでいいですよね、うん、あとさっき言ってたこの装着の自動検出とか、あとタッチキーのワンクリック機能、うん、まあ、気になるよって言ってたやつですね、うん、あれも全然オンオフできるんで、うん、このアプリから全然こう、まあ、改善はできるのかなって感じです、うんうん、なるほどね、はい、はい、というわけで今回はサウンドピーツさんの Air 3 Deluxe HS
を実際に試してみましたが、はい、いかがでしたでしょうか、はい、試してみたっていうかね、まあこれイヤホンでみんなが聞こえないんであれだと思うんですけど、はい、あのなかなかにいいものになってるので、うん、ぜひ気になった方は参考にしてみてください、はい、で繰り返しになるんですけども、使用期限が1月31日まで、はい、23時59分までの期間限定のクーポンコードを概要欄に貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください、はい、なんかこう DTM やってる人とかでもこう普通にヒアリング用というか、うんうん、あの自分のチェックする用とかのイヤホンとしてはかなりいいのかなと思っております、はい、というわけでミリオンナインでは映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTuber に上げております。最近ちょっと更新頻度を頑張っておりますので1万人まで頑張りましょうということで、もしこの動画良かったなって思ってくれた方は高評価とチャンネル登録していただけるととても嬉しいでございます、はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。イヤホンがちっちゃい、すげえ、うん、ちょっと一回俺が設定して作ってみて。あ、好きそう。いや、好きそう、音がね、うん、はい、音の感じ、まあでも結構高音とか解消されてる、うん、でもなんかしっかり低音出てんね、意外と、うん、そうそうそう、なんでまあさっきの残してる感じでバランスで言えばちょっと200、300で、うん、あのヘルツのとこをいじってバランスっていうのが僕のポイントかなと思う、めっちゃいい。